さあ、今日はトミックさんの家に遊びに来ております。いやお邪魔しております。はじめましてですけどね。こんにちは。はじめましてじゃないの。はじめましてじゃないですよ。この、ね、トミックさんの家だとはじめましてですよね。確かに何度かトミックさん来ていただいてるんですけども。そうなんですよ。そう、逆にお伺いさせていただくのは初めてなんです。確かに。で、可愛いですね、ロゼとルトちゃん。ああ、ロゼルト可愛すぎる。抱っこしますか。いいですね。うわ、来た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 。これはルトちゃんだね。ルトちゃん可愛いね。いや、ほんとね、私も猫昔から飼ってたから猫大好きなんですよ。いや、いいですね、やっぱり。お前は可愛いな。俺の服も猫だぞ、お前。あ、うん、怖いおじさんだって。ねえ、怖いおじさんだね。今日は、はい、なぜ遊びに来たかっていうと、はい、私、普段から結構激辛系の動画上げてたりするんですよ、食べるやつ。あー、あの Vlog みたいなやつ。そう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 。で、今回ちょっと、はい、トミックさんと激辛カレーにおーと挑戦してみないなと。激辛。そう、何を用意したかというと、じゃじゃーん、ココ一番屋カレーライス10辛。イエーイ。パチ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 。すげえ。でも10辛、ココイチの10辛って、はい、食ったことないですよね。あ、本当っすか。はい、やばいっすからね、言っておきますけど。え、本当に。でもこれあの、美味しいんです、味は。美味しい辛いはいいですよね。そう、なんか辛くてわけわかんなくなるカレーじゃないんで、ぜひこれを食べていこうと思うんですが、はい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 、さすがにこれ食べるだけってのもちょっとしょっぱいかなというところで。なるほど。救済処置、救済アイテムを用意しました。はいはい。とある勝負をして、勝てば救済アイテムをゲットすることができます。なるほど。さあ、何で勝負するかというと、トミキさんお願いします。こちら、じゃーん、ベイブレードバースト。やったー。ベイブレード世代じゃないですか、トミキさん。そう、わし世代なんじゃ。もろわしは世代じゃないんじゃが。あら、ただ初心者でも楽しめるってことで。なるほど。今日はね、これでちょっと勝負していきたいと思います。ほうほうほう。どっち勝つと思う？そうだよね、そうだよね、ギコちゃんだよね。あらば、おじさんの味方にしちゃった。もうほら、泣いていってる、寝ようとしてる。ほんとだ。すげえ、ね、忘れとるやないか。かわいいな。さあ、じゃあ救済アイテム、おう、どういうのがあるのかと。そう、まずね、まずさ、10辛じゃない。うん、救済っても生半可なものだとね。はいはいはい。そんなこんなですよ。いやー、もう見えてるじゃないですか。紹介していきましょう。せーの、じゃじゃーん。卵、蜂蜜、なんだこれ、コーン使うの結局。コーンとコーン卵。コーンと温泉卵ね。皆さん何度か分かんないんですけど、まあ蜂蜜が唯一一番救済になる可能性はありますね。確かに蜂蜜でコクとまろやかを出しつつ、そう、で、甘みを、いやいやいや、あれしつつね、ベイブレードバースト、これで勝負だ。うわら、いや、普通のベイブレードバーストじゃないんですよ、今回のは。あらほら、ここに3つのレイヤーがあって、うん、ガチンコチップ、ウェイト、ベースっていう3つにこのレイヤーが分かれてるんですよ。そうなんですよね。それを今回はガチンコするわけですよね。そう、もともとこれ1つですよね。これはね、もともとね、1つなのよ。1つですよね。そう、だからそれが3つに分かれて、さらにこうベイブレードより奥深いところまで楽しめるようになったと。すごいっすね、まずというわけですよね。え、うん、じゃあ早速これを使って遊んでいきましょう。イエイイエイ。じゃじゃーん、こちら見てください。ベイブレードバーストの新シリーズ、ガチンコレイヤーシリーズ、これがね、発売されるようなので、今日はちょっと先駆けてこちらで遊んでいこうかなと思います。うん、じゃあ早速見ていきましょう。これ実は爪をこう押してやると3つに分かれるんですよね。こうやって、あの、後ろを真ん中に持ってって、そう、このレイヤー部分ね、真ん中を押せばカチャッと外れる。すげえな、かっこいいな、これ。ここも3つに分かれるから微調整ができるみたいなんだよね。だ、組み替えることができるんですよ。そう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 、自分のより深いカスタムが楽しめるっていう、そう、そういう形ですよね。さあ、初心者でもすごく簡単に組み立てられます。はい、これがベース、これがウェイト、そして最後にガチンコチップで、構成されていると。この3つのパーツからなるものですね。ほう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 。それでは早速ちょっと簡単だから組み立てていこうか。はい、いくよ。はい、まずはウェイトを乗せる、うん、ということで、じゃあ最後にガチンコチップをはめていこう。はい、それではせーの、ガッチンコ。おお、やったよ、ちゃんと。ありがとうございます。それでは早速、はい、それで対決していきましょう。いやー、いや、さあ、というわけで、うえ、ここから3本勝負をしていこうと思うんですが、おやー、何ですか、急に格好これ。いや、ガチンコなんで、やっぱガチでいこうかなと思う。何ですか、これ。いや、もうガチ、ベイブレードバーストのガチの。お、本物だ。え、待って、高
トミーさんの名前ここ書いてあるんだけど。そうよ。ガチやんこれ。そう、ガチで行くんで、よろしくお願いします。いや、怖いなって、急に不安になった。戦力不足じゃないか、俺。大丈夫か。まあいいや。とりあえず、救済アイテムを。すごい。おぉ。やばいやばい。これ、編集でオーラ出すかもしれない、これ。うわ、やばいやばいやばい。うわ、やばい。うわ、なんだこれ。私が使うのは、見てくれ、じゃん、エースドラゴン。これは主人公使ってるやつかな。おお、主人公効果。そう、主人公性かかってるから多分無敵だと思うんですよ。おお、じゃん、武神アシュラ。かっけえな、名前かっこいい。そう、武神アシュラ、名前だけで行く男なんで。おお、まず見た目から入る感じですね。見た目とラムネーミングセンスよ。よし、じゃあ3本勝負。オッケー。まあルールに関してはこちら。さあ、じゃあいきますか。はい、これね、これはいけますよ、ほんとに。おお、まあ主人公便利なんでね、ちょっと油断禁物だ。そうよ。さあ、それではいきますよ。3、2、1、ゴー。おお、これはいけるか。いけいけ、エースドラゴン。いけ、不審足だ。あ、すごいよ。おお、いけるか。すごいよ。そして応援に来たのか。応援に来たのか。応援に来たぞ。どっちだ。ダメ、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 ワン、ゴー、シュー。いけ、えぇ、ー、追っかけ、わぁ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 、追っかけろ、追っかけろ。怖い、怖い、怖い、怖い。さあ、やばい、さあ、さあ、やばい、マジかー、おっしゃー。うわぁ、やばいぞ。見た、何だ、これ、今やっと止まったわ。強っ。うわぁ、主人公補正強っ。これはやばい。これはいいぞ、あと1個欲しい。主人公補正か。スラッシュバルキリーでいくぜ。よいしょ。これは、武神アシュラで、いくぜ。ちょっと今コツつかんだんですよ、私。ちゃんと思いっきり引いてバランスよく落とせば結構強い。おお、さっきまで引きが甘かった。覚醒しましたから。オッケー。さあ、ラストバトル、3、2、1、ゴーシュッ。待て、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 いけ、回ってる、周りを回ってる。さあ、行け、虫やしだ、吹っ飛ぶなよ。バーストしろ、バースト。さあ、おっと、おっ、なんだ、しろ、おっ、やったー。いやー、2勝。俺はマシ惨敗。え、何これ。でもそう、初心者でも楽しい。もう勝敗が分かんない。これがベイブレードバーストだ。うわー、いくぜ、せーの、ベイブレード。もう分かんない。はい、というわけで、はい、いや、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。楽しかったです。はい、2対1ということで負けたわー、マジで。救済トッピングは、はい、1品トミックさん選べるんですけども。おー、難しいなー。私2個選べますから、先に1個選んでいいっすよ。実際選ぶとしたら、うん、俺はこの卵とか、うん、蜂蜜なんだけどどっちかですね。これはちょっとないんだよな、これな。これはね、ちょっと外れ物品なんだよな。ね、蜂蜜、かしこまり。強い。じゃあずりぞ。じゃあ、私は卵、スクランブルエッグと、はい、このコーンとかだね、と温泉卵、これをじゃあトッピングしていきます。はい。さあ、じゃあ、はい、トミックさん、10回食べたことないですよね。ないんですよ。マジきついっすからね、言っとくけど。ちなみに、じゃあちょっと一回トッピングなしで。あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。お互いに言ってみましょうかね。いきますよ。もう発声が止まんない、もうすでに。ご飯もいっちゃいましょう、少し。あ、そうですね、いただきます。お、いただきます。うまい。あれ、あー、これ後から来る。ダメだ、あ、辛い。後から辛いよ。あ、ダメダメ。あ、でもなんかワンチャンいけそうな気がする。ダメだよ、これ辛い。いただきます。トッピングしてねえし。まだちょっと裸で。カレー、なんでそんな平気そうに。え、待ってよ、待ってよ、待てよ。え、救済いらない、まさか。これ1個いいっすよ。おえ
嘘、なんかワンチャンいけそうな気がする。じゃあ私も激辛って言ってもこのまた別だと食べるよ、うん、これあらまあ負けるわけにいかないかと。いただきます。どんどんいきます私。なんか辛いな。あーもうダメだ、やばい、汗が止まんない。あ、そこがめちゃくちゃ米なくなるの辛いな。平気そうに食うな。米がなくなるのは辛い。でも全然いけない辛さじゃないですね。カレーカレーカレー、なんでなんでなんで、イエーイ、通覚がない。ありますよ。ありますか。あ、でも全部食べきりましたね。辛い、辛い、これも辛い。え、これも辛い。なんでついてた後ろに。甘っ、甘い。あ、ホモしてるんで気にしないでください。はい、食べました。美味しかったです。美味しかったですね。ごちそうさまでした。トミキさん、はい、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。美味しかったです。美味しかったですか。はい、私も大変美味しゅうございましたが、もう汗だくでたまらないですね。ちょっと辛いですよね。辛いですね。だいぶ辛い。はい、じゃあ最後に、はい、ちょっと告知一つさせてください。なんと、うん、アニメが始まります。おお、この名も歓喜。え、俺の主人公です。誰が見るんだそんなの。見ないでしょ、こんなの。ベイブレードバーストガチ、これがですね、はい、2019年の4月の5日から放送スタートということで、はい、チャンネルに関しては概要欄からチェックしてもらえれば見ることができます。でさらにですね、トミックさんの方でも、こちらベイブレードの方ですね、動画出させていただいてるので、はい、こちらも概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。ぜひぜひ2人のチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで以上、ギコちゃんとトミジェイでした。バイバイバイ。